リビングへとつろかって波さじ。シリーズ東京2199。今日は東京の治安を守るリビングデッドストーカーについてレポートします。リビングデッドストーカーの朝は早い。うわ、死ねえ死ねえ死にさらせー、やっほー、おらおらおら、うり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 。東京新宿で活躍するリビングデッドストーカー、木場原恵知香さん。彼女は外部電脳エクスブレインを用いてリビングデッドを採殺する近接柔術の使い手です。愛用のラビットパンチを振り回す彼女の唯一の悩み、それは自由に銃が撃てないこと。ホットパイプが四方に走る東京ではエクスブレインの許可なしで銃を乱射することは不可能です。ご機嫌な恵知香さんの戦闘スタイルを同僚の長岡宗雲さんはこう語ります。彼女の戦い方はとてもセンスがある。ありとあらゆる武器を臨機応変に使いこなすその対応力には脱帽だ。一方もう一人の同僚市原時孝さんはこう語ります。あいつはバカだ。グール相手にフロートショットガンをぶっ放すなんて効率が悪すぎる。もっとエクスブレインの指示に従うべきだね。しかし恵知香さんは仲間の忠告を全く聞きません。自分の信じた戦闘スタイルを今日も貫き通すのです。そんな恵知香さんに将来の夢を聞いてみました。リビングデッドがいて私良かったと思うよ。死体をぶっ殺すの大好きだし。だからリビングデッドを殲滅しちゃったらちょっと困るかな。将来とかあんまり考えてないし、大事なのは今ここで生き抜くこと。私死体を殺すのが生きがい。リビングデッドとの戦いは今も続いています。さて、それでは次のニュースです。渋谷の有名中華料理店九千飯店で名物の中華まんにリビングデッドの死肉が混入されていることが発覚しました。リビングデッドスローカーへの光浮かばる東京ネクロ発売まであと何日か。